こんにちは。あ、こんにちは。この状態でやっぱりスタートしましたね。やっぱり、ね、もちろん、ええ、すげえスタート。前回第19回ね、モノマネクイズで終わりました、はい。これ私が今やってるのは何の真似でしょうか。テーマは家電でしたね。家電製品ですね。家電製品。あ、じゃあ僕そ、一回外出ます ね。はいはいはい、わかりました。ここから今さん、皆さん、ここから回答、そうですか、タイムで入ります。またいつものようにね、入ってきてをタイトルコール、はい、はい。ではそれでは皆様、答えをチャット欄にお書きください。受付スタートーよっよー吉田 Y のワイザービーチ第20回大台突破。回答3つ来てますんで。もう3つもいただいてるんですか。リーディングライト、アイロン、あ、スチーマー、スチーマー、おー、前回時計っていう方もいらっしゃいましたんで、はい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 。ではその中に正解があるのか、あるのかどうか、はい、正解はダダダダダダダン、スタンドライトでございます。わかるか。机の上に置いてあるあれでございます。ってことはリーディングライトがもうほぼ正解。これ正解でいいんじゃないですか。いや、正解にありました。リーディングライト正解です。正解が出ました。素晴らしい。リーディングライト、お答えになってゆうゆうさんは1ポイント獲得ということでいいですか。これポイント制なんですか。1ポイント獲得、集計するんだね。集計、わかんないけど、いつか、自己申告で最後は、ね、そうですね。今年何ポイント貯まりました、ね、数えないんだこっちは。でも吉田さんもね、ちゃんと一人の方にちゃんと正解させていただいてるんで、はい、吉田さんにも1ポイントいただけるんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ワイザビーチ内のポイントとして、ワイザビーチ内のポイント、1ポイントです。え、これ引き換えできないんですか。その世の中に使える何かと。わかりませんけども、どうなるかわかんないけど、とりあえず役立つ何かにできないんですか。見てる方たちのポイントはね、もしかしたら吉田さんが何かと引き換えっていうことはあるかもしれないですけど、おめでとうございます。そう言われるとポイントは欲しい。そうでしょ。そうでしょ。何に使えるかわかんないけど、ワイザービーチポイントが溜まっていく、溜まっていくと、正解する。今日もだから最後にあるんですね、これね。今日もあります。もやるね、だからダブルチャンスがあるかもしれない。ダブルチャンスがあるんですか。今まさに博多で3月12日まで博多マルイで HTB グッズショップ出店中でございます。これから博多に向かおうと思っていただいている方々に、博多の最新情報をちょっとお届けしたいなと思っております。昨日博多から帰ってきました。 ありがとうございます。キングオブ深夜バス T シャツ、落城してるサイズありますよね。いや、お詳しい。さすがその通りで、M サイズが落城しました。もう完全に、完全に、え、完全に終売、完全に M サイズは終売。あらー、落城。 S、L、XL、XXL が他にあるんですけども、これもですね、現品限りということで、あ、もう出てるだけ、出てるだけと。あ、そうですか。ほぼほぼそういうことらしいです。 XL と XXL は、はい、それなりそれなりにまだまだ、いうこと、在庫型っていうな。ダボっと着たいよっていう人とかね、体の大きい方なんかはまだ在庫型、僕170ないので身長、全然ない、全然ないって言わなくてもいいじゃないの。170もあるんですか。ないないから。170全然ないですけど、ね、ないです、ないです。167ですよ。だから全然、でも嘘つかないでください。だ、嘘ついてないって。だから3センチもないじゃん。XL を着ました、はい、ところちょっと大きめで、オーバーサイズで着れるぐらいだったんで、あ、なるほど、ほら、あれは肩だったぞって書いてあるんですよ。言ってるじゃないですか。現場からの生の声が、ね、ダボッと着るのいいですよって、ね、ほら、そういうの好きじゃないですか、我々だって。あまりファッションセンスを感じない吉田さんにそれを言われても分かった、分かったよ、分かったよ。ちょっとおしゃれしてくるようにすべきと。で、トートバッグが、まだありますね。現場に行った方はお分かりだと思いますけど、トートバッグはまだ肩、いや肩ではない、肩ではない、まだ1週間弱ぐらいまだありますから、帰って来週の日曜日はありますから、まあちょっとそれこそこれもサンプルがないんですけど、はい、博多めんべいさん、あ、めんべいさん、福太郎さんとコラボさせていただいた、はいはい、めんべいとおんちゃんみたいな。どんなおんちゃんのデザインでしたっけ。ちょっと顔真似でっていう、あの明太子のね、唇を、はい、地獄じゃないですか。でも割となんか毎日カラーのワゴンの写真見てる気がします、ね、そうなんですよ。お味は、お味はちょっとあのチャット欄でレポートしていくいただいて、めんどくさい、926人でしたか、この配信始めるまで、もしかしたら次回のワイザービーチは1000人突破記念じゃないですか。そうですね。そしてですね、サカピーが今週実は
あの最後までいないで、途中で実は戻ってくるんですよ、札幌に。はいはいはい。なので今週できればあのサカピエの都合も合わせて、はい、サカピエここにお迎えしてとか、例えばですよ、王者の期間というか、1000人突破記念でそういうことやりたいなと。あ、ちょっと、ここでどうしました、のりとしさんから、のりとしさん、金子さんから、あ、おんちゃんが手を振っております。おんちゃんが手を振っております。あ、プシューもやってる、プシューだ。もうこれからなくなると思うんですけど、この XL とかね、 XXL みたいなね、こういったサイズがねちょっと多めに残ってますけども、なんと10時4分に売れ切れました、昨日の分は。 おんちゃん大丈夫ですか。おんちゃんね、私放置してます、しばらく放置してますけど、きっとくじをねお客さんに代わって回してくれてると思うんだけど、ちょっと分かんないです。なるほど。あの自撮りしてるからね、ノリノリダンスそうか、両手使えないし。おんまさねさん、ここはこっちは偽ですからね、偽ね、偽ですからね、偽。今回しっかりディスプレイさせていただきまして、すごい手前にディスプレイしてるんだ、ね、皆さんに見やすくしています。試しに金子さん一回やってみます、金子さん一回やってみますか、試しに一回回してみますか。うん、やらない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 、まっすーまだありますよね、泉さんね。あ、ありますと言ってます。泉さん、泉さん頑張ってください、はい、お疲れ様です。あ、泉さん頑張ってって言ってますよ。聞かないと出れないみたいなルールあるんでしたっけ。いやいや、それはそこまではないけど、あのグッズ買わないとあの返してもらえない雰囲気は作ってます。これ私物ですか、これ全部私物。本当になかなかねこれ見ることないと思うんですけど、こんな感じです。ありがとうございました。ありがとうございました。では引き続き頑張ってください。はい、はい、頑張ります。いや、すみません、ありがとうございます。お忙しいところすみません、ありがとうございます。あの、すごい詳しい中継でしたね。なんか刺さり込む隙を与えないぐらい全くなかったね、あれですよ、僕喋ることもうなくなりました。ワイザビーチクイズっていうんだ ね、こんなこんなんだよっていうお手本で僕が一回お題出します、はい、ワイザビーチクイズとは、ワイザビーチのつくですね、この生配信の最後に前回からレギュラー化しました、私が、佐野さんと大井さんのお題に対してモノマネをジェスチャークイズをするっていう、ね、はい、ジャンルを言われたらその、細かいそのものをやると、でやってるのを見て、まあ、一回僕がだから次回答えて、お題出しますよ、やりましょう、うん、いいですよ、例題を出して、例題、ね、文房具、文房具なんだこれ、喋っちゃダメですからね、ジェスチャークイズだから。わかんないですか。私はわかります。わかりますよね。正解が来たかな。鉛筆、マーカーペン、あ、来ました、よろしいですか。答えは鉛筆。今から本題を、これから、佐野さんがお題を出します。佐野さんがで、それに、はい、その中から吉田さんがまた選んで何かやります。やります。次回の放送で答え合わせということでよろしいですね。おお、そうそうそう、あのリミミのお母さんありがとうございます。Y ポイント獲得するぞと。あ、そうね、来週で、正解した方には今日急遽発生した1Y ポイント、何にも換算できない1Y ポイントを差し上げる。ポイント作るの好きだから、そうそう、ポイントしかも、まあ、年末ぐらいかどっか分かんないけど飽きたタイミングで、あの自己申告で10Y ですって言っていただくっていう。こっちで数えませんから、ポイント好きだから、もしかしたらポイントカードめっちゃ持ってるのか、全然あるかもしれない。なるほど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 。いいですか、じゃあ第2回目のジェスチャークイズ、お題は、はい、飲み物。さあこれは飲み物、なんだこれは。このままじゃあということで、また次回は1000人突破記念、1000人突破してるかな。じゃあまた次回お会いしましょう。